CJS をご覧の皆様、こんにちは神谷宗平です。本日も目からロこの日本の歴史を浪さんともにお送りしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますもう前回から現在の話になりまして、はい、まあ前回は国際連合のまあ不都合な真実ということで、はいはい、まあ日本人国際連に対してですね、いろいろな幻想を抱いていますけれども、そもそもどういう世界地図を作ろうとしていたのかということをお聞きしましたが、今日は えー、じゃあ実際に国連ができた後も紛争っていうのはやっぱり世界に絶えないわけで、まあ、中国における紛争戦争ということで今日は見ていきたいと思います。はい、はい、あの国連がもう世界から武力をなくして二度とその、はい、世界大戦のようなものを起こさないようにしよう武力をなくそうということをやってで、えー、国際連合を結成する、はい、これが昭和20年の10月ですよね。で あのそのちょその瞬間からもう武力衝突が起こるフリップご覧いただきますと介、はい、石と毛沢東、はい、若い頃ですね、うんえー、の写真が出てますけれどもあの、まあ、そこでこうちょっとお隣の中国に目を転じてみようかなというふうに思うわけです。で「国境内戦」という言葉があるんですけれども、はい、あの国境内戦って大きく分けて2回あるんですね。はい、戦前の 1> あの第1次国境内戦、これが、はい、1937、えー、19年までですから、はい、昭和7年までですね 2>、はい、で第2次国境内戦というのが終戦,終戦直後から、はい、日本が戦争に負けて、うんでえー、日本はあの中華民国と戦ったんですね当時はまだ国家として承認されていなかったようなので中華民国と言えるかどうかは別として、はい、国民党ですね。そうそ国民党、はい という連中と戦った。はい、で、国民党に日本負けてないんですね。はい、日本勝ってるわけですね。うん、ところが、あの、まあ、アメリカとの戦いに敗れて、日本は自主的に、はいえー。戦争行為を停止した。うん、なぜ停止したかったか。かといえば、これはあの、しゅう、天皇陛下の終戦のご承知にありますように。もう戦争が、これはもう戦争ではない。はい、場外乱闘になってる。はい、じゃあ、こんなものがもういつまでも続ける意味はない。ということで、うん、日本は戦争を終わらせました。はい で日本が自主的に戦争を終わらせてくれることによって、まるあたかも漁夫の利のように、はいえー、戦争の勝利を得たというのが、はい、これが国民党蒋介石率いる国民党であったわけです、うん、ところがその国民党はですね、えー、アメリカ、イギリスから軍事物資の支援を受けていたわけですね、はい、日本と戦うために、はい、でアメリカにしてもイギリスにしてみても日本がもう万歳してくれたわけですから、はい、交際したわけですからもう国民党に軍事物資の支援する必要はないわけです。はい もうお前ら勝ったんだからええだろってことでほったらかしになっちゃうんですね。で一方その大陸には関東軍日本の日本最強の軍隊がいてかなり武装の多くは南方戦線に持って行ってしまって軍の手をなしていないぐらい軍備っていうものはこうしょぼい状態になっていたんですけれどもそれでもかなりの数の銃器弾薬があったんです。これをソ連が没収して えー、中国共産党毛沢東率いる八城軍にです、ねはい、武器としてどんどん供給するわけです。はい、で,これで元気にななっっちゃったのが共産党なわけでで、すね、まあ、両方が戦ったっていうのが国境内戦なんです、はい、ががあでもやっぱり戦争はしたくないじゃないですか、はい、一般の多くの人々のい、うん、思いとして、はい、とにかく戦わずに平和に解決できるんだったらば、はい、その 国民党と共産党がお互いに手を結ぶことができたら、それが一番いいことだろうと誰でも思いますよね。で行われたのが、これがあの挙党会談ってやつなんです。挙党会談。あの昭和20年の8月の30日にさってでああ、終戦直後ですね。はい。15日が日本でが終戦、30日にこの挙党会談が行われる。なんとですね、小関石と毛沢東がこの後と2人がですね、本人同士で43日間かけて。 今後の中国はどうあるべきか、はい、いかに戦いを終わらせるべきかということはお互いに本気になって話なんです。うん、素晴らしいでしょ。うん、だから名前も拠点会談、拠点会談。で、赤い拠点だったわけですね。で、その拠点会談がの、はい、あのと次のフリップになりますけれども、はい、あの10月10日ですから8月30日から始まって10月10日までかかってたんですね。はいえー、で こ10月10日にお互いの合意事項ということで操縦協定という協定を結びます。でこれによって晴れて中国に平和が訪れたということでゆばがっちりと握手をしていたんですけどもその日その握手をしていたその瞬間瞬間というかその直後かなお昼に握手をしてそのものの数十分後にですねドンパチが始まったと。 なんとあの国民党のです、ね、11万の、えー、軍隊に、はいえー、中国共産党が襲いかかりました、はい、でこのうちの3万5千人を3日間のうちに全員殺してしまった、うん、3分の1ですね大量殺戮も見らるんですよ、はい、3万5千人皆殺しにするっていうのだから、まあ、すごいことしますよね、はいあのー、これ、おかしいでしょうリーダー同士で話し合ってるんですよ。はい リーダー同士で話し合っているにもかかわらず、話し合いが成立した瞬間から戦いが起こるんです。はいうん、で、これはですね、ぜひ皆さんにご理解いただきたいんですけれども、我々日本人というのは、はい、あの約束をすれば、はい、約束と聞いた瞬間に守るものっていう言葉がついてくる。はい、約束っていう言われた瞬間にああ守んなくちゃなって思うのが日本人の、はい、ところが彼らは約束っていうのは 相手に守らせるものであって、はい、自分が守るものではないんですね。うん、で、だから、で、従って、その、中国共産党にしてみれば。国民党に圧倒的な、あの、軍事力を持っている国民党に約束を守らせて。はい、彼らが武器を使わないような状態になってくれればいいわけです。はい、そしたら、安心して攻めることができる。この国民感情の違いというか。あの。 物事の考え方の違いっていうのは、うん、これは本当に我々注意しなければならないところじゃないかなと思います。うん、はい。はい。あのピーク時の国民党の兵力というのは四百三十万ありました。はい、共産党はわずか二百七十六万。はい、あのまあ半分とは言いませんけどね、かなり兵力は少ないけれども、結果として、えー、国民党がそれによって負け。はい。で、えー、中華人民共和国が昭和二十四年に成立をするという、はい。 そういう流れに至るわけでです。うん、すごいしやこの巨頭会談みたいなのをしてたっていうのはちらっと頭の片隅ありますけどその日のうちに <laughs> 戦闘を始めて3日間で3万5千人殺したっていうのは <laughs> ちょっと僕も知りませんでしたね。いやーでも本当にいに僕も典型的な日本人なんでね正常の世界を見て僕は結構約束守るタイプなんですけど <laughs> まあまあいっぱい破られましたね。はい 本当心の中でお前らはお前何人だといつもも思ってるるんでですすけどまま <laughs> まあでも僕の周りは約束もある人が集まりますよ、うんうん、だからいいコミュニティが出来上がりますね。だまし騙され俺たちはそういう人ばっか集まって、まあ、ある意味しのぎを削ってますけどでも難しいですよね。この約束をきちっと守りましょうっていうのは日本においては美徳だけども,も国際社会において約束守りましょうなんてのは単なるあいつらバカかというそういう価値観なんですよね。 あの欧米の場合ですとあのキリスト教の考え方で、はい、契約っていうのは神様との契約を意味しますから、はいうん、だから契約っていうものは守らなければならない。ただし、はい、彼らにとっての契約というのは契約書に書いてあることが守るべきことであって、はい、書いてなければいくら破っても構わないなるほどここ <laughs> これはあのやっぱここがです。よね、はい、日本人は あの期日に,に借りたお金を払わなかったら人前で笑われででてもようございますと、はい、いうだけで契約書になっちゃうと用、はいはい、書になっちゃう,そうです、ね、ところがやっぱり彼らの場合はあの期日に払わなかったらということは1円でも払えば払ったことになるんだなと。 お前笑い話にするんじゃねえぞこの野郎っていう風になってくるっていうのが、うん、まあヨーロッパの人たちの考え方、はい、中国の場合は相手に守らせさえすればいいんで、うん、自分が守る気はさらさらないっていう、はいまあ、そうですねだから日本なんかソ連ともね、はい、不可侵条約でやってましたけども,、はい、でもある日突然攻めてくるとかね不可侵条約があるって安心してる方が間違ってるっていうことですよね。<laughs> いやーまあね紹介石もがまあこ騙されてるわけですけども紹介石さんはねあの日本に留学してきてですねはいあの日本的な価値観も一部持ってた人であろうとだ,だ,だからやられちゃったって、ね、いうことですね <laughs> うーんだから本当 あと面白いのは、先ほどちょっと話途中になりましたけど毛沢東が、ねはい、生きてる間日本の悪口を言ってなかったとうん、うん、それもそのはずで日本軍の武器を全部そのまま <laughs> あのソ連からもらったやつもあれば直接もう自分たちで、ね、日本が置いていったやつをそのまま接収したやつもあって、まあ、それがなかったら国民党なんかとても戦えなかったという状況だったらしいですからね。はい、日本様々ですよ、うん、そういうことはやっぱり我々、きちっと、ね、歴史として知っておかないとだめで。 ね、本当に紹介石もオータクもだから南京大逆算って言ってなかったわけですよね。もうそれが後になってですねなんかこう勝手に作ってですねで軍隊だってね10万人ぐらいしかいないわけでしょなんでそんなに30万も40万もねあの日本軍が殺すんですかっていう話ですよ。うん、あの全ての数字がこうおかしいでもそれは日本人は信じ込まされて謝んなきゃいけない悪いことしたんだなんかこう虐殺してたんだっていうことを自ら 自虐的に言ってしまうというね、まあその辺こう歴史の真実からですね、学んでいただければなと悪いけどあの、25万人虐殺するために、ですね、はい、南京でですね25万発の銃弾持っていたら、はい、多分日本軍はあの南京どころじゃなくて、あのもう多分中国全土、はい、あの占領してますよ、うん、それぐらい大役なかったんだから、はい、はいうん、ね <laughs> いやーまあそういうことです皆さん。 本当にあの歴史の事実をね、仮説じゃなくて、事実をきちっと検証して、はいはい、考えていきたいものですね。はい、はい、次回またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。